香川県道、徳島県道3号、四戸山川線は、香川県佐抜市から、徳島県吉野川市に至る県道である。香川県佐抜市四戸から、佐抜山脈の助体山を越えて、徳島県吉野川市山川町へと至る、県境越境県道である。特に、香川川においては、国道377号の重複、分離区間まで、 四国八十八カ所霊場をめぐりにおける八十六番、主度寺から八十七番長尾寺を経由して八十八番、大久保寺へと至る、変路道としての側面を強く有している。変路道として見た場合、本道は巡礼の終盤を締めくくるための決断の道としての側面があり、これによって同巡礼にとって本道は最重要参拝道路の一つとして扱われる。そのため、 香川側の本堂のロードサイドには巡礼者に向けた休憩所として利用できるあずま屋が散見される。起点の指戸寺交差点から、佐抜市の指戸地区、長尾地区の平野部を南進。先山ダムのあたりから山道となり、鴨部川に沿って急カーブが多くなる。タワー駐在所前で国道377号と合流し東へ進む。約 2.5km ほど進んだところで、 国道377号と分かれて県境に向かうが、この区間は整備がされておらず、一部の区間を除いて、道はとても境外である。阿波市内の通称、109峠区間は未舗装であり、道幅も極めて狭いため自動車通行不能の看板が設置されている。これについては、吉野川市方面の場合、吉野川市川島地区にある道路事務所によって、 ここから4件無自動車通行不能の表示がされている。道峠の区間の未舗装道路では、路肩崩壊のため、実際に自動車での通行は、ほぼ不可能な状況にある。109峠の由来は、この峠を民生協力の形で切り開いた、陸上自衛隊第109施設大隊に由来する。佐抜市の増田、宮城市交差点から長尾名交差点までにかけては、 都市計画道路新市道空き線の一部に指定されている、橋梁道の駅県道標識、ありがとうございます。